大丈夫かな、小野寺さん、これ大丈夫かな本当に映像的に。小野寺さんすいません、いやいやいや、完全に番組スタッフ制作側の悪ノリにお付き合いいただいて、いや大丈夫、もう恐縮、まあ、千番でございます。 これでも話をしたら、説得力がないので、途中で撮りますけど、ちょっと皆さんにですね、ちょっとこれ言いたいのは、大高さんがちょっと北海道を取材したいと、で、あ、いいですよと、で、函館にいるって言うんです、で、函館は無理だと、せめて、その札幌に来てくれたらどうにかしますよということで、札幌に来たんですけど、どこ取材したいのか、稚内ですよ、はぁと、で、稚内に、まあ、行くだけだと思ったら、旭川行きたいとか、十勝にも行きたいとか、どんどん、猿払も行きたいとか、私ですね、帯広から札幌まで迎えに行ってですね、札幌から旭川に行って、さらに十勝に行って、猿払に行って、で、稚内に行って、で、稚内で、実はですね、もう大高さん、じゃあさよならってですね、飛行機でビューッと帰るわけですよ。だ、残された僕はですね、半分の行程をまた一人で、まあ、黙々と運転をしてですね、計算しました。全部の距離どれぐらいか。1700キロですよ。1700キロ。その東京から鹿児島行くより遠い距離をですね、運転させられて。完全踏破。はい、大高二期は鬼軍曹かというぐらいの取材をしましたので、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、本当にお疲れ様でございました。とんでもございません。北海道の地理感覚が分かんないから、簡単に言ってて、近くのコンビニ感覚で、稚内みたいなの平気でいますから。近いよ。そんな分かんなかったの。戻ってきて地図な眺めて、あ、申し訳なかったな。いや、だからこの雰囲気で来るので、いや、しょうがないやろうと思うんですけど、あまりに次々来るので、最後の方はですね、聞こえないふりということでどうにか切り抜けたぐらい大変な旅でした。大高さん、重々気をつけましょう。東京の人間はうっかりするとね、北海道で予想以上にはるかに広いんですよ。北の大地は知らなかったな。ね、やっぱり神道大地の大地っていう意味をちゃんとやっぱりこう、もっと実感しましょう。反省しました。この場をお借りしてですね、アイヌ問題水曜どうでしょうという今日の曜日に寄せたね、いや悪乗り気味 の企画のタイトルにさせていただきましたが、水曜どうでしょうの番組ファンの皆さん、そして大泉洋さんのファンの皆さん、ちょっとお詫びさせていただきます。リスペクトしてますからあくまでリスペクトのつもりでね、ありがとうございます。本日は北海道スペシャルということでこういうタイトルでお送りいたしましょう。新たなアイヌ問題を取材するためということでですね、大高さん、まず稚内に行かれたということで、稚内、稚内ですね、この最初のテーマからいきましょうか。そうですね、見てみましょう、稚内を舞台に、まず、カラフトアイヌ強制移住、これどうでしょうということなんですけど、その前にカラフトアイヌとはそもそも何でしょうかということで、ちょっと地図を出していただいて、こちらですよね、まあ、北海道最北の地、稚内ですけれども。実はそのね、カラフトの、まあ、資料館、資料館でいいんでしたっけ、はい、そうですね、かつて日本領だった南カラフトですけどね、でここで、まあ、これねすごい大事なんで歴史の復習なんですけれども、私ももう、明治8年、1875年に、カラフト千島交換条約によって、でそれまでは、そのカラフトっていうのは入り愛地、そうですね、どちらの国にも属してないという、でロシア人と日本人とアイヌの方々がいた、でそのいたアイヌの方をカラフトアイヌっていうんですけれども、まあ国がなかったようなもんですよね、でその1875年のカラフト千島交換条約によって、カラフトアイヌの人は日本とロシアどちらかへの帰属を自らの意思で決定しなければいけなかったんですね。で、まあ、お前どっち選ぶんだと。でその時にロシア側はまあ大変ね、ひどいその待遇を処遇をしてたわけですよね、あのアイヌの方々に。でアイヌの方はまあ和人日本側につけば、まあそれなりに日本とそれまでいい関係でね、あの裕福に暮らしてたんですよね、だったらロシアよりも日本だよって言って日本への帰属を望み、で日本国民になることを望んで、あの稚内に渡ってきたわけですね、で稚内から追試、その後移動するんですよね、まずは稚内に、だからでその稚内の記念館にいきなりですね、小野寺さんがね、
か大変年表にセロテープ、あ、テープが貼ってあって書き換えられてるっていうことをおっしゃって、うん、何なんだっていうことで見に行ったら、その移住がカラフトアイヌ移住が強制移住となってたので、あ、そんな跡がありありとその修正の跡が見える、透けて見えるんですもん、はあ、そう、まあまあ映像で見たら分かりますけど、そうなんですね、うん、ちょっとそのまず VTR が終わりということでご覧いただきましょうか、そうですね、はい、その取材の模様からご覧いただきましょう、どうぞ、はい、私今稚内カラフト記念館に来ています、こんにちは、こんにちは、こんにちは、はい、です、よろしくお願いします、はい、こちらはあの稚内市の方で作成しています、はい、カラフトに関わるですね年表を作成しているものになります。でね、あれと思ったのが、はい、なんかあのシールが貼ってあって、こちらね、はい、カラフトアイヌ841人が宗谷に強制移住となるって、このシールですね、はい、元は何て書いてあったんですか。そうですね、この、ま、透けて見える部分でいくとですね、はい、稚内の何に移住って書いてますね。このシールの前はですね、うん、稚内の目熊に移住っていう表示でした。それが宗谷に強制移住となるという形でシールが貼られています、はい、でこちらの水石狩りに移住だったものが強制移住っていう形でですね、はい、表示が変わってるっていうことです。180度違う形になったと、はい、じゃあなぜこの表現を変更したのかっていうことは、うん、あまりしっかり私もこう確認が取れていないんです、うん、でそこは市としてはしっかりその説明するっていうことは私は大事なことだと考えています。でこのね、シールを貼り替えたのが2年前ぐらいそうだそうなんですよ、うん、ごく最近ですね。そうなんですよ、うん、そうですね、うん、ごく最近に歴史を、ね、うん、捏造と言っても過言ではない、うん、と言いますのは、でなんでね、だって、はい、移住だったら本人の意思ということで史実に忠実なのに、強制移住となれば本人の意思に反してということになるじゃないですか、で私の今の説明聞いただけで、もうピンとくる方も多いと思うんですけれども、このやり口って、在サハリン韓国人問題、慰安婦問題、応募校問題に通底して流れているやり方で、結局強制という言葉を入れることによってどんな、権利が生じるのかというのを、はい、もう最初にちょっと結論でね出しておきたいんですけれども、保証が出てくるわけですよ。でちょっと紙面紹介して、こちらですね、保障が発生する強制という言葉とありますが、アイヌ有識者婚保障教育要望相次ぐ、サハリンから道内に強制的に移住させられたカラフトアイヌの子孫の田沢守さんとお読みするんですかね、は強制移住の謝罪と保障を求めた2008年10月14日付の北海道新聞の記事、さらにアイヌ民族の権利保障を市民団体が冊子政策提言へと題し、カラフトアイヌ協会会長のやはり同じ田沢さんですね、うん、も少数者に寄り添った政策を進めてほしい、2018年4月21日付のこちらは朝日新聞の記事と、うん、はあはあはあ、見えてきますでしょ、うん、これですね、まあ、その交換条約の時に、はい、その3年間猶予があって、そこのカラフトに住む、はい、まあ、アイヌの方たちは、ロシア側に行くんだとしたら、それはそこにそのまま行っていいよと、はい、ただ日本に行きたいっていう方たちは、じゃあ日本に来てくださいと、どちらでもいいですよという提示をしている中で、まあ、800人の方なんですけど、その方たちは日本国民になりたいよねと言って、日本に来て稚内に来た人がなぜ強制移住になるんだと、扱いがね、来なかったら来なくてもよかったものは、私は強制移住とは言わないと思いますし、強制という言葉をつけたことによってどういうことになってしまうのかということを、なぜですね稚内市は
もう想像できないのかというのがですね、はい、本当に消せませんね、自治体として。そうですよね。だってこれを認めて書いていった結局謝罪と、うん、出てくるんですよ、日本政府の謝罪と補償を求める動きに発展していく。もっとさらにね、後で大きな問題になるんですけれども、うん、でこれはおかしいと思って、はい、その現場に行った時に、うん、稚内市教育委員会の教育部長の方に、うん、実はあの映像でね、はい、取材に応じてくださいとお願いしてたんですが、うん、まあ、あのちょっと言葉もね、映像で間違えるといけないからファックスで質問くださいということで、うん、やり取りすることになったんです、はい、で、なぜこう書き換えたんですかとかいろいろな、まあ、質問状を出したんですけれども、それに対する、はい、どんな左が大高さんの質問ですね、はい、で右がそれに対する回答ということ で、はい、で簡単にどんな質問したのかっていうと、なんでそのいつシールで変更されたのかと、どなたの判断で行われたのか、2年前、はい、最近の話なのでね、で強制移住させられたのは本当に正しい手術なのか、根拠があれば教えていただきたいとか、持っているのかどうかという、ね、はい、で移住イコール自主的、強制移住イコール本人の意思に反して書き換えは180度に違って、はい、まあ、行政としてこういうのをね、本当に良しとするのでしょうかとか、まあ、その辺の、あと古い文献にも、カラフトアイヌの医師で北海道に渡ってきたという記録があるので、自発的なね、はい、そういう一次資料を基づいていないその記述は良しとするのかということをね、お伺いしたわけですよ、はい、だ回答が来ました、はい、それに対する回答がこちらだったわけですね、はい、ちょっと読んでみましょうか。カラフトアイヌの人々のカラフトからの移住について、1875年明治8年のいわゆる千島カラフト交換条約締結により、カラフトがロシア領となったことに伴うカラフトアイヌの人々の移住につきましては、まずもってこの条約が日露両国の多年にわたる交渉によるものであることはもちろんですが、先住民族であるアイヌの人々らにとってはその預かり得ないところで締結された条約であり、そのことによって祖先代々暮らしてきた故郷を急遽離れ移住することを余儀なくされたという経過を踏まえますと、3のご質問にもあります通り、本人の意に反したものであったと考えられると認識しております、うんうん、それから当時の記録並びにその後のカラフトアイヌの人々の足跡を見る限りにおきましても、移住が急遽実施され大切な家族が離れ離れになった例などが見られること、移住から十数年後にはほとんどの人々が続々とカラフトに戻ったことからも、望んだ移住とは言い難い面が多かったと認識しております。こういうの、だから強制移住だったという話には僕はならないと思います。だってカラフトに今いたいんだったらそのままいていいんですから、それは本人が日本人になりたいと、はい、日本に住みたいと言ってきた人たちが、強制移住っていう言葉になりますかね、うん、そうだよね、もう本当苦しい言い訳ですよこれは、はい、でもう一回ちょっと映していただきたいんですけれども、はい、うん、でその一番最後にですね、移住から十数年後にまたそのカラフトに戻っていったことから、はい、まあ、いやいやこっちに来たんじゃないのかみたいな話ですけど、なぜカラフトに帰ったのかというと、日本が統治し始めたからですよ。日本になったから、じゃああっちに帰ってもいいやと思って帰ると、まあ実際にはですね、いろいろ病気が発生して多くの方がですね、北海道でお亡くなりになったりですね、まあ、その漁業がうまくいかなかったという理由で、まあ、相当の方が、はい、まあ、カラフトに帰ったのは間違いないんですけれども、残った大半の方は日本になったから帰ったということを考えると、これですね、全てが強制移住で無理やり連れてきて、強制移住の次は強制労働もないんですけど、強制労働だったというのも目に見えてますし、先ほど大高さんが言ったようにその強制移住というものの保障をしろというような話に、やはり、強制連行の徴用工の話のようになってるので、これはちょっと自治体としてどうなのかなと本当に思いますよね、でね、はい、あのこのもう一回アップしていただきたいんですけど、ね、
その預かり得ないところで締結されたってね、日本とロシアの関係でアイヌのこの、そう、預かり得ないって、じゃあこれをね強制移住と言うんでしたら、ロシアを選択したカラフトアイヌもロシアに対して強制移住させられたと言って、ロシアがそれを認めて保証金を払うのかっていう話で、そういうことにね、ね、ロシアはそんな認めるわけないですし、当時ので本当にね、カラフトアイヌが来て、まあ、いろんな資料を見るとですね、非常に日本側は優遇して至れり尽くせりの待遇をしているわけですよね、で財政的な負担も大きくって、日本政府が強制的にカラフトアイヌに日本移住を選択させる、その合理的な理由が全く見当たらない。でこれをプロパガンダやってる方々は、その開拓団のね、一員として利用するために移住させたっていう、まあ、強弁してるんですけれども、そうじゃない、本人の意思でっていうことですね。だって、先ほど書いてあったように、まあ、その、北海道が嫌だから、まあ、カラフトに戻ったと。強制移住をした人がですね、やっぱり戻りたいって言って、返すわけないですよね。自分たちだったら、戻れる自由があるわけですからね。そうそう。そうなんですよ。そう考えると、強制移住というものが、まあ、帰れるということを考えても、おかしいっていうのがわかりますし、まあ、多くのですね、プロパガンダが行われていて、銃で脅しながらこの人たちを連れてきただとか、その軍が、そうそう、朝日が書いてます。あと軍がですね、その船を出して、まあ、連行してきたみたいですね。これ軍じゃないです。そう、違う、もう民間の船で来てるんですけど、そういうような、まあ、本当に従軍慰安婦の時だとか、徴用工だとかの問題と同じような話の展開がですね、ここでアイヌを利用して行われているということなんですよね。2年前にこれ、行政がこんなの乗っちゃダメですよ。ダメね。ちなみに先ほどのね、あの大高さんの取材の VTR の模様で、あの大高さんの問いかけに答えられてた方は千葉和幸さんという、まあ、この稚内市議会の議員、稚内市議会議員、まあ、本当に頑張っていて、まあ、中国の土地問題でもですね、相当いろいろ調査をしてくれていて、まあ、こういう議員もいるんだということで、まあ、本当に取材を受けてくれてありがたいと思うんですけども、小野田さんとはかねて九州の方ということですね。はい。でこのカラフトアイヌについてなんですけれども、さらに VTR があるということなんですが、で、ね、いや、で、答えで、はい、この回答が来たので、これで黙ってるわけないじゃない。そうそう、再質問しますか。はいはいはい、再質問したんです、はい、でも、失礼しました。はい、ご丁寧にね、私もね、一次資料いろいろ出して、こういうことがありますっていうの、それ事例を挙げて、なおかつ、はい、まあ、こういう慰安婦問題とか、その歴史認識問題、戦後保障に発展する問題だということも付け加えた質問を出したのに、まあ、全くね、ほぼ同じような回答がまた昨日届いたんですね。ほやほやの、こちらがその再回答ですね、はい、読んでみましょう。前回の回答でお伝えした通り、1875年明治8年のいわゆる千島カラフト交換条約締結により、カラフトがロシア領となったことに伴うカラフトアイヌの人々のカラフトからの移住につきましては、この条約が日本とロシアの両国間での多年にわたる交渉によるものであることはもちろんですが、同じですね、カラフトアイヌの人々らにとってはその預かり得ないところで締結された条約であり、質問の回答になってないんですよ。で、2回目に私どんな質問要望を出したのかっていうので、具体的に、あの写真があってね、そのキャプションの違いとかね、あのちょっとじゃあ映像を出していただきたいんですけども、これに腕押し気味なんですかね、はい、こちら、こちらは、歴史とアイヌ民族歴史と現在未来を共に生きるためにという中学生用の、はい、資料、はい、うん、江別に、はい、強制移住させられたカラフトアイヌの人たちってなってますね。これが新しいやつですよ。今最初に、あ、ちょっと元のやつ写していただけますか、はいはい、これ書き換えられたものなんです。同じ写真のキャプションが違う、はい、違いますね、これは江別に強制移住させられたカラフトアイヌの人たちとありますね、はい、これ強制移住が出てきます、はい、でも元の元の、はい、同じ写真ですが、こちらになると、これ昭和11年発刊の、はい、北海道庁が編纂した新鮮北海道誌とありますね、はい、これ読んでみましょう。昭和11年、失礼しました、新鮮北海道誌には、はい、明治8年カラフト千島交換条約後、カラフトの土人800数十人帰化を望み、
開拓市はこれを石狩川沿岸の水石狩において農業享受所、漁場等を与え厚くこれを保護することとした図はその一集団を表示せるものとありますね。これを厚く保護とありますけど、で期間を望みですよ、はい、望みとがなんで強制移住になるのかと、うん、この大胆な書き換えのトリックね、うん、ちょっと説明いただけますか。実はですね、この書き換えられた写真は何に出てるのかですけれども、全道のですね、小学生と中学生に全部副読本がですね、配られているんですけれども、それで、授業してるんですけれども、その副読本の写真にこれが出ていて、そしてこの写真の中のキャプチャーにですね、こういうように強制移住というまあ、その文字があるということを考えるとですね、実は強制移住ではなかったと北海道庁が言っていたことを強制移住に写真の説明を変えて教育をしていると、多くのというか全員の北海道にいる小学生中学生が、あ、カラフトにいるアイヌの人たちって無理やり連れてこられたんだな、かわいそうにというですね、明らかに違うですね、教育が行われ始めたということはこの本なんですけれども、本当に大問題だというふうに私は思っていてですね、これが今北海道の現実だということです。教師用指導書ってことは先生が、そうですね、先生、まあ、そのこれを元に、そうそう、元に教えろと、で実際には強制連行させて大変なことだったんだよというようなこともちゃんと教えろということを書いてあるんですけど、こんなですね、嘘を教えていいのかというふうなことが実は教育現場で行われていて、プロパガンダが行われているということなんですよね。でね、あとでこのじゃあ誰がこんなね冊子捏造を作ったのかっていうのも触れますけれども、ちょっとその前にもう一個その資料館に質問でね、情報を提供したのが、このカラフトのアイヌ資料館にこの本があったんです。で偶然見つけたんです。でここにもちょっとモニターお願いします。こういう表記がちゃんと書かれてある、これは西鶴定義さんとお読みするんですかね、はい、カラフトアイヌという本の中に読みますね、はい、原文通り読みましょう。復帰土人とは明治8年9月千島カラフト交換後、我が統治を希望する土人804人を、札幌郡水石狩に移したのだが、カラフト南無というんですかね、これはが再び豊漁に回復せらるるに及んで、法領すなわち日本の領土ということですよね、回復せらるるに及んで故郷に復帰した土人を言うと、希望したんじゃない、希望して、しかも日本になったら戻っていきましたよって書いてあるんですよ、だからあそこの資料館にですね、置いてある本にこれが書かれてあるのに、あの年表には違うことが書かれてあって、まあ、どっちなんだと、しかも昭和17年に出された本なので、より第一次資料なわけですよ、ね、これおかしいですよね、でそもそもですね、あの年表なんですけれども、何を元に書かれた年表なのかというと、稚内市の史史ですね、市の歴史、これに、まあ、をそのまま書いたと、だから稚内の今までの先人が、こういうその歴史を稚内市が歩みましたよと、わざわざ編纂をして作った市の歴史を勝手にですね、シールを貼って買い替えていいわけがないと、もし書き換えるんだったらもう一度編纂し直さなきゃいけないのに、何の説明もその受けてませんと、専門家にと、で、まあ、我々の判断で強制的に連行されたんじゃないですか、だから貼りましたみたいなですね、説明は市としてどうかと思いますし、やっぱり北海道の自治体としてはそんなに安易にですね、強制というような文字をですね貼って、それで情報発信していいわけはないというのをですね、再度言いたいと思いますね、はい、それで、どうしてこういう捏造、誰がやってるのかっていうので、まあ、この問題ずっと追及してこられた、この的場光明先生ね、はい、アイヌ先住民その不都合な真実、はい、今いっぱい戦ってます。なんか悪そうな顔してません、大丈夫ですか？すごいいい人なんですよ、本当に素晴らしい方なんですけどこの写真か、ちなみにこれも、こちら最近迫力のある、素晴らしいから、はい、
その的場さんにもインタビューを。はい、そうですか。ではその的場さんのお話をねお伺いした VTR も引き続きご覧ください。どうぞ、うん、はい。先生、最近ですねカラフトアイヌの強制連行という言葉、はい、実際にあったんですか。あ、そうですか。まあそのねカラフトアイヌの強制移住っていうのを、まあ、最初に言い出したのは、はい、この上村秀明先生というね、はい、市民外交センターの、そうそうですね。でこれ国連で随分とね、宣伝しましてね、何かっていうと、この3つの強制移住、1つは、カラフトアイヌの強制移住、それから、子どもたちの親からの引き離し東京への強制移住、はい、そしてもう1つが、千島アイヌの色丹島への強制移住、はい、これいずれも嘘です。嘘、嘘のロビー活動を国連を舞台にしていたということですか。そうですね。それはなぜかというと、はい、いわゆるその国連の言う先住民族に強制移住、強制連行、まあこういうことが、うん、まあ、ほとんど必須の条件なんです。あ、うん、それで一生懸命こういうことをやっている。でっち上げで。でっち上げですね。はあ、小野寺さん。はい。そうなんですよ。その条件を満たすためといいますかね。まあまあ実際にはまあ強制移住もさせられているかわいそうな民族なんですよということで、まあ一部です。先ほど言ったものは、まあカラフトアイヌの方たちが強制移住させられたので保証しろという問題とは別に、アイヌ全体が強制移住をさせられた者もいる民族なので、なので虐げられているでしょうというような道具に使われているというような側面があって、ただですね、まあ、歴史で言うとカラフトアイヌというのは実はですね、アイヌというよりも北海道のアイヌは遠中と言って別に扱っていたと、はい、それでカラフトにいた遠中というのは、うん、アイヌ教会にずっと入れなかったという歴史を考えると、実は別の、まあ、集団だったと考えるのが普通なんですけれども、ここに来てカラフトアイヌは、まあ、全部のアイヌの一つだみたいな話になり、さらに北海道と、まあ、その周辺の島に住んでいたものがアイヌで、先住民族だったという話でですね、ちょっと昔の史実と変わってきてるというのが あるんですけど、この中でですね上村さんという名前が出ましたけれども、はい、この上村さんとはですね私ずっと戦っておりまして、この方なんですけど、ちょっと写真、この記事を見てもらう、記事ないですね。どういうその方なのかというとですね、はい、沖縄の独立と北海道の独立のために、まあ、国連にいてですねずっと30年以上ロビー活動をしている方で、はあはあ、それで、まあ、まずはアイヌを民族として、国は認めていなかったので、アイヌを民族として認めさせて、はい、さらに先住民族として認めさせて、でそれを国会でも、まあ、議決をさせたというような裏で暗躍をしていて、ずっとそれに動いていた方なんですけれども、例えばの沖縄の尾長知事が国連でその我々の民族はみたいな話をしたあの場面はですね、実はこの上村さんがですねやっている市民外交センターという団体の時間を使って、尾長さんはさもその沖縄の民族は別の民族であるかのようなスピーチをしましたけれども、沖縄と、まあ、北海道を独立させて日本を分断しようと、そのためにはアイヌと琉球民族使えますということで動いている方なんですけども、その方が強制連行、強制移住という言葉を使ってきたというのはですね、これもうはっきり言って何をやろうとしてるか分かりますよね。もう分断工作ですよね、うん、そうですね。琉球、ね、で北海道をそのアイヌモシリっていう言葉に置き換えて、和人はいずれアイヌモシリの国に借地料払いって言ってますでしょ、とんでもない借地料、そうよ、そうですよ。すごい歴史の書き換え改ざんが行われてるのに、なんで行政がこれを気づいてんのか見て見ぬふりしてんのかわかんないんですけど、大変な話になってますよ。大変な問題ですよこれ、どんどんステージが上がっていってる気が、ね、しますけれども、
続いてのテーマに参りましょうか。それではね、この今までの話を踏まえた上でさらに重たい話題になりそうですが、はいはい、でも避けて通れないこの話題いきましょう。はい、続いてのテーマこちら。北海道教育の惨状どうでしょう、ということなんですけれども、はい、大高さんからお伺いしていきますか。で、さっきの、はいはい、この変な副読本ですよね、副読本、ね、教師の方がその、はい、うん、でこれね、うん、ウポポイの団体が作ってるんですけど、公益財団法人アイヌ民族文化財団が作ってるわけですよ、これはウポポイを運営している、うん、まあ、団体なので、はい、相当これ税金使ってますよね。もう税金、全部税金です。日本の歴史の捏造したね、うん、してるこんな教師を指導所、なんで税金使ってですよ、うん、我が国の分断工作の、うん、アホじゃないの、まあ、僕これですね、道議会議員の時に追及をしていて、うん、この内容は明らかにおかしいだろうと言って追及したんですけれども、うん、今の教育のですね、まあ、枠組みでこれは副読本なので、うん、まあ、その文科省も、まあ、道庁もそれに介入できないということで作られているデタラメな本なんですけれども、これが全道の小学4年生と中学2年生全員に配布されてるんですが、ただこれですね、全国の小中学校にも全部配布されてるんですよ。ダメじゃないですか。そう、それでもしこのアイヌ教育をやりたいんだったらこれを使ってくださいねということで配られていて、実際に本州の学校でもアイヌ教育をやるときにはこれを使ってるんですけど、嘘のアイヌの、まあ、教育がですね、全国的に行われ始めたという本当に危険な状況なんですよね。北海道だけでなくってことですね。そうです。文科省何やってんだ。だって皆さんね、見てください、教育指導のポイントってあるんですけどね、北海道の開拓とアイヌ民族ね、こうやって書いてあるんですよ。指導のポイント、北海道が日本の一部にされたのは、うん、先住民族であるアイヌ民族の理解を得たものではない、小学校では日本とロシアの関係まで示すのは難しいが、まさしくアイヌ民族に断りなく、うん、一方的に日本の一部にしたものであることを理解させたり、うん、また自分たちの生活を変えられたことでアイヌの人たちがどう思ったか想像させてみたいとありますね、うん、こんなもんって、うんうん、ね、もうテンション上がります言葉を失う。だってだってこれですね、頭きちゃってさ大田さん、だって表情がだって書いてあることが、アイヌから北海道を何の断りもなく奪ったって書いてありますけど、もともとですね、北海道はずっと日本であって、アイヌから奪うも何もないんです。日本にアイヌが住んでいて、アイヌの方たちももれなく日本人で、なので名称を北海道と変えただけなのに、北海道に勝手に名前を変えてアイヌから土地を取ったと、だから我々に返せというような主張をしてるんですけど、こんなことがですね、書かれてある教科書だとか、こういうふうに教えろと、教師のですね、そういうテキストに書いてあるような、こんな教育されてですね、大丈夫なわけないじゃないですか。そう、しかもこの執筆人ですよ、この指導教書を作った。はい、これね、ちょっと別表にまとめてみましたが、うん、こうなっているんですけれどもね、アイヌ民族歴史と現在教師用指導書の編集委員会の皆さんがこういう方々なんですが、これは、安倍和ゆぽさんですね、はい、北海道アイヌ協会副理事長の安倍さん、安倍さんどんな方ですか。安倍さんはこの番組でも何回も説明しますけれども、父思想のですね、はい、権化ですね北朝鮮、ね、いきなり来ましたね。そうですね、そうですね。そして苫小牧駒沢大学客員教授の岡田さん、うん、岡田道明さんという方ですね、うん、それから元北海道釧路明記高等学校非常勤講師の石黒さん、うん、札幌大学教授の川上さん、少数民族懇談会会長の清水さん、うん、札幌市立山花中学校教諭の高橋さん、元小樽市立高島小学校教諭の平山さん、元白老町教育委員会教育長の古俣さんとお読みするんですかね、
こういった顔ぶれなんですけれども、うん、でこれですね、僕は道議会議員の時にも、内容が違うって言って追及した時にですね、まあ、その北教組のメンバー等々が入っていて、これは明らかに反日左翼の方たちの、まあ、ツールになりかねないということで、この委員がおかしいんじゃないのかということで、若干そのですね、改善をされているように見えますけれども、ただやはりですね、その名前を見るとこの方っていうですね、有名人が何人も入ってきているので、ちょっとその有名人を説明していくとですね、さらにこの委員がですね、どれだけ危ない人たちなのかっていうのが分かりますよね。オールスターですよ、ね、オールスターです、はい、例えば、若槻さん、一番下に執筆者名が連ねられている、若槻美代子さん、はい、この方は、まあ、教科書のアイヌ民族記述を考える会にで、活動していらっしゃる方なんですけれども、まあ、その日本の教科書をどのように変えていったらいいのかという提言もしていて、こちらですね、検定教科書のアイヌ史観とありますが、若槻さんの、文章ですね、見ていきましょう。問題点、検定によって歪められた史実が容認されている。自由者は明治政府はアイヌに対して江戸幕府の人口増加策を受け継ぎ保護しましたと記述。これは歴史事実と正反対の内容である。これ正反対じゃないですよね。いや、本当に明治政府はアイヌに対して保護をしようとしたと。さらに江戸幕府もですね、アイヌの人たちを保護しようとしたと。で、まあ、歴史の中でですね、まあ、松前藩が統治をした時には確かにアイヌの方たちに日本人の格好をするな、日本語を使うな等々ですね、差別したがためにですね、日本人の、まあ、格好をしたいアイヌの人たちにそれを禁止をさせたんですけれども、北海道が天領といって江戸幕府が直接統治をするようになってからは、そういう要望も受け入れて、さらにその流れで明治政府もこのままでいったらアイヌというものは滅亡してしまうので、しっかりと守らなきゃいけないということを帝国議会でも議論をしているので、この主張こそですね、正反対の嘘なんですよね。続いて見てみましょうか、見てみましょう。アイヌ民族についての教育への対案とありますが、こちらですね、はい、前近代における日本とロシアによるアイヌもしり侵攻の歴史を取り上げる。明治以来のアイヌ民族の権利回復のための戦いの歴史を扱う。何なんですか、だから侵攻、だから侵攻とか、なんかその、北海道にね、本州の、時の政府がうわーっと軍で侵攻してって制圧したみたいな話になってますけど、そんな事実は全くないじゃないですか。だってそもそも日本で何も起こってないんですから、これなんでこんなことになってるのか。こういう歴史教育を北海道のみならず日本全土で教科書の書き換えからやっていけと提言してるわけですよね、この本執筆人は。で、彼らが例えばその世界標準の先住民族政策を実現しようというね、アイヌ政策検討市民会議、これ2018年のレポートですよ、とんでもないことを言っていて、例えば、茅野史郎さん、茅野茂二部谷アイヌ資料館館長ね、アイヌ語を日本の公用語にしようと、アイヌ語を、公用語の日本の公用語の選定にしてのして、この法律によって、第一に北海道の一部にアイヌ語の公用語地域を設け、アイヌ語の使用を優先する。第二に北海道全域でアイヌ語を公用語として日本語とともにアイヌ語で公文書を作成できるようにし、公教育にもアイヌ語を使用するのだ。道民望んでますか？道民望んでませんし、そもそもアイヌ語というものは文字がないのでどう教育するんだと。これもそんなに、ね、もう無理だろうと、そういうことですね。平気で言って、実はアイヌ語を公用語にしろというのはですね、政府のですね、アイヌの政策の審議に選ばれているメンバーも言っている方がいて、こんなバカな平気な主張をするような方がですよ、実はこの編纂に入っているということはですね、こういう本がどういうふうな方向に向かっちゃっていってるのかというのは分かりますよね。うん、
のバスとかもアイヌ語で運営してるんでしょ。あ、ウブポイっていうかビラトリのですね、ビラトリの、まあ、町内のバスはですね、次はその何々小学校ですっていうのは、アイヌ語で言ってるんですけど、そもそも小学校という言葉がアイヌ語にはなかった、学校ということがなかったので、本が置いてある場所みたいな、なんかわざとですね、造語でですね、そのまあアナウンスを作っているやに聞いてますし、さらに今 JR に乗るとですね、北海道のイランカラプテみたいなですね、アイヌ語がどん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 流れ始めているというのもですね、これ公用語に従っている人たちいるんだなというような圧力が感じますよね。それはそうですよね。だってバスって言葉だってアイヌの言葉でなんていうのかって話ですね。そうそうそうですよね。ただあのウポポイに行ったらですね、エレベーターもアイヌ語で表記があって、移動する箱みたいな、もうふざけるなと何のアイヌ語なんだって感じですよね、苦しいですね、それはね。いや、あと島田さん、そうですね、島田さん、これ出てくるんですね。こちらですね、島田明美さん、こちら、こちらこの方、アイヌ政策検討市民会議の中間リポートで、チャシアンカラの会の方ということですけど、この発言見てみましょうか。日本政府とアイヌ民族との和解の第一歩は政府による謝罪だと思います。謝罪のない和解はありえません。政府が過去の過ちをアイヌに対して詫びる、それを和人たちが聞く、そのことによって私たちはこれまでアイヌを縛ってきた劣等感、無力感から救われます。ウポポイについて一定期間が経つとアイヌの所有になるという形にしてほしい、もうこの文章のパターンもどっかのお隣の国の、なんかこうデジャビュー感がありますよね、既視感が ね、もうお決まりセンテンスですよ、謝罪しろと、で謝罪の後に謝罪したら言ってくるのが、じゃあ保証しろって話ですよね。だからもうどういう意図でこのキャンペーンを、やってるのかっていうのが本当に透けて見えるんですか。でこのですね、島田明美さんという方も、私いろいろアイヌを調べていて非常に馴染みのある方なんですけれども、この方ですね、どういう活動をしているのか、例えばですね、アオテアロアアイヌモシリ交流プログラム実行委員会と、ちょっと聞き慣れないですね、まあ、実行委員会にまあその参加をしていたり、あとアムスティのですね、そのまあイベントにも アムネスティに参加をしているということなんですけれども、このまあこれなんですけれどもね、このアオテアロアアイヌモシリ交流プログラム委員会、これですね、アオテアロアという言葉でですね、今ニュージーランドは大混乱に陥ってます。これどういう混乱かというとですね、これなんですけれども、ニュージーランドではその先住民族に権利を与えたことによってですね、アオテアロアという国名に名前を変えろと、我々が住んでいたのはニュージーランドではなくて、アオテアロアだと、だから名前を変えるべきだというふうな主張まで行っている、これと連動していてアイヌモシリと書いてあるということは、北海道ではないと、アイヌモシリなんだと、で我々の言葉を、まあ、公用語にしろというのも実はこれの連動としているということで、なるほど、まあ、先に何が見えてるのかというと、アイヌモシリにしたいんですよ。あとでちゃんと出てきますからね。でこういうね、歴史の捏造しながらですよ、貴重な第一次資料が実はもう破棄されている、破棄なんですよ、これ的場先生が、先ほどの、ね、VTR にご登場された、発見したんですけれども、ご自身が、まあ、古文書をいろいろ集めていて、でその一つの大事な、ね、アイヌに関する文献の中に、VTR 行く、時間ないですかね、大丈夫ですね、じゃあ的場さんの話をさらに引き続き、ね、VTR をご覧いただきましょう、どうぞ。だからうっかりすると図書館にせっかくある貴重な資料、そういう地方の図書館とかね、そういうところにいる人たちがの中の、そういう、まあ、いわゆるアイヌ審判の人たちが破棄する可能性があるんですよ。これなんかね、これ蝦夷風俗遺産って言うんですけどね、これ前編後編、要するに明治15年にですね、江戸期の北海道に関する文献の中でアイヌに関わるところをこう抜粋してザーッと集めてるんですよ。
だけどこれもう買えなくなってますね、これね。でこれね、ここ見てください。ここ虻田町公民館図書館。虻田町っていうのは今合併して洞爺湖町、洞爺湖町になってます、うんうん、だこういう貴重なものがね、破棄処分になってますよ。あ、本当に。だからね、これね、このまま放っておくと大変なことになるなと。北海道の重要な文書がうっかりすると破棄されるかもしれない、うん、はい。で実際に的場先生がお持ちに破棄されたものの大事なもの、うん、はい、実際どういうものが破棄されているのかですけど、内容がこういうことでですね、はい、まあ、これはその北海道の昔にこういう北海道でしたよというですね、はい、いろいろな記録があるということを、まあ、その明示したものなんですけども、これは星印がついているところはですね、はい、この本はちょっと今のアイヌの、まあ、おかしいことを言っている人たちに関してちょっと都合の悪いぞというようなものもあって、はい、こういうものがあったという歴史をなくしたいんだと、記録をなくしたいんだということなんですけれども、例えばこの北海随筆というのが今ありましたけれども、はい、これどういうことが書かれてあるのかですけれども、はい、ちょっと読んでいただけますかね、はい。1740年頃の江戸時代の記述なんですけれどもね、和人の妾は州長の世話があって初めて縁組がなされ、妾になったアイヌ女は朝から晩までこき使われて大変な思いをせずに、衣食の心配もなく幸せなので、それまで連れ添っていたアイヌ男を忌み嫌うとありますね。これですね、まあ、その多くの文献にもあるんですけれども、アイヌの女性っていうのは相当社会で、虐げられたような立場にあってですね、実際にはそのお酒とその交換をしてくれたということがロシアのですね、そのまあ記録にもあるぐらいですね、女の人はそういうように扱われていて、朝から晩まで働かされていたのが、まあ和人の妾になると、まあ本当に楽ができて、まあ幸せだということで、そうなった女性はアイヌの社会、アイヌの男を嫌うようになるんだというような表記というのは、今までアイヌの人たちは平和で、まあその何の問題もなく自然愛してみたいなことと全く異なる記述があるという、こういうものがあったことをですね、まあ、秘密にしたいという方たちがいる一方で、役所がそれを破棄し始めたのは問題ではないのかという問題提起なんですよね。そうですね、州長はそのなんていう集落のアイヌの女性全員若い人を妻にしていた、うん、まあ、全員ではないんですけども、まあ、何十人単位でその妻にしていたので、まあ、時の江戸幕府も明治政府も、いやいやそれ多すぎるからちょっともう少し数を減らせぐらいな話をしていたぐらいの、まあ、社会だったということはですね、あまりその多くの方たちは語らないんですけども、フェミニスト頑張んなきゃ。そうですね、こんなその女性を差別した社会でいいのかという、そういう視点はですね、やはりああいう人たちにとっては都合が悪いので、そういう記録というものは破棄を、しかも自治体がし始めたというのはちょっと大問題だと私は思ってますね。こういうケースこそ最悪の歴史修正というか歴史改悪ですよね、こうなったらね。そうです、うん、抹殺しちゃうわけでしょ、うん、記録自体を、うんうん、ダメですよ、貴重な資料いっぱい、はい、はは、国会図書館にない北海道だけにある資料ありますからね、で、はい、じゃあちょっと時間があれなので、うん、どうしようかな。でも最後のテーマいきますか、うん、あ、そうですね、じゃあ、うん、この、はい、アイヌモシリデータ、これね、うん、ちょっと北海道の呼び名自体をアイヌモシリに変えようっていう運動ですね、うんうんうん、はい、読んでみましょうか。北海道炭鉱汽船はアイヌモシリ、北海道での植民地開発を、すごいですね、狙った企業ですが、うん、北海道各地の炭鉱に数万人の朝鮮人を連行しています、神戸学生青年センター発行の戦時朝鮮人強制労働調査資料資料集編者竹内康人さん。この竹内さんは、うん、まあ、何度も取り上げてますけれども、要は徴用工問題の、はい、そのデータね、日本の企業2000社ぐらいの細かいデータを全部調査して、それを韓国に上げて、この問題が今訴訟になっている、そのベースを作った方なんですよ。で、NHK はその産業遺産情報センター叩きにこの方のを出演させて、実感ドドドという番組で、うん、そういう、まあ、活動家ですよね。で、この活動家が、
アイヌモシリという言葉を使っている。全くアイヌとも関係ないんですけれども、で次に、これは内田正俊さん、元徴用工和解への同戦時被害と個人請求という文献で、植民地支配は経済的な収奪のみでなく文化の破壊を伴います。日本が明治以降、沖縄アイヌモシリ括弧北海道で内国植民地、すごいよ、内国植民地を経営し、経済的な収奪と並んで沖縄アイヌの文化を破壊し、言語を否定し、それを韓国にも持ち込みましたと。この内田さんも戦後保障のね、まあ裁判でですね、有名な弁護士ですよ、三菱マテリアルとか、確か80億の和解金がね、三菱マテリアルが中国に支払ったと思うんですけれども、非常にこの戦後保障の裁判案件というのは大きな巨額のお金が動く、まあ、その弁護士さんでもいらっしゃる。で彼がそういうことを書いているわけですよ。だから強制労働、に関わる人たちですね。それがなぜか共通して、アイヌモシリという言葉を使っているの、これどう思いますか？だから先ほど言ったように、このアイヌモシリっていうのが正式な北海道を呼ぶ名称なんだと。勝手にその日本人がアイヌに断りもなく北海道と決めたのはけしからんと、いうことで動いているというのは明らかにですね、日本の分断工作ですよ。でニュージーランドでそういうことが起こってる、実際に、それが日本で起こらないとは限らず、しかも連動してるということですね。ぜひ皆さんに分かっていただきたいと。これ絵空事じゃないということなんですよね。いや、もう遠い台南の火事じゃないですね、決してね。でやっぱりね、その朝鮮半島とのこう連動というのが見え隠れして、貴重なちょっとデータが小野寺さんお持ちだったんで、それモニターに出せれば、なければもうないか、これ、二豚二村の血統別、そうですね、これはですね、まあ、その政府が、その集落それぞれですね、どういうような血統なのかということを調べたんですけれども、まずそもそもアイヌ民族というものに関してですね、これだけのばらつきがあって、一番多いのがですね、和人ですよ。和人がその北海道に来ているというのが分かって、あと分からないですとか、そういう方がいるんですけど、中にですね5人なんですが、朝鮮人という方がいると、あと不明という方もいるということは、そういう方たちがこの時代からずっと入ってきていて、まあ連動していると考えても間違いがないということが、まあ昭和のこのデータから分かるんですよね。1950年代に行われた調査ですね。そうですね。カラフトにも朝鮮の方がいて、それをね、吉田誠二は強制連行したって裁判でね証言して、吉田誠二のね、嘘はもう明白なんですけれども、まあ、結構その混ざっていて、それで要はじゃあ一連のこういったものをね、やっぱりどこが後押ししてたのかと、思いつくのは朝日新聞、そこで最後のテーマです ですね、こちら行きましょう、どうぞ。やっぱり朝日新聞ってどうでしょうということなんですが、その大高さんが調べ上げられたこちらですよね、強制移住キャンペーン報道で朝日新聞の過去の記事、出ますか、どうぞ。88年11月28日の朝日です。開拓の名のもとにアイヌモシリの資源を略奪し尽くしたこの国の経済社会を今や批判すべき時期が来ていると思いますという、元ビラトリ町議会議員貝沢さんの言葉。さらにアイヌ民族は北日本から北海道千島唐津にかけて明白な先住民であり、300年続いているアイヌ国侵略最後の総仕上げがダム建設だと本田勝一氏は指摘している、朝日新聞の名物記者の方ですよね。さらに続いていきましょうか。続いていきましょう。はい、これこちら、記事をまとめてみましたが、あっちの国会図書館でバーッとやったんで、写し書きなんですけど、89年11月カラフトアイヌ強制移住、疫病で集団死、サハリンは日本の手で戦時中強制連行され、戦後置き去りにされた。朝鮮人も差別されずに諸民族が平等に暮らしており、日本よりはるかに住みやすいように思われたなどの記述と。この置き去りされたっていうのは嘘なんですけれども、で問題はですね、この91年に例の上村隆さん、元朝鮮人慰安婦、戦後半世紀思い口開く金額です、この、桜井よし子さんとの裁判まで、最高裁でまで戦って完全に敗訴された人ですね。
この慰安婦問題勃発は91年ですよ、ね、で91年以降の報道を、はい、見てみましょう、はい、92年3回カラフトアイヌ強制移住の報道、報道94年5月同じくカラフトアイヌ強制移住の報道、うん、2000年4月やはりカラフトアイヌ強制移住、2009年6月2010年7月2011年は2回、あ、ここで安倍ユッポ副理事長という先ほどのね、はい、方のお名前がここで出てきますね。そして2012年は2回、2013年やはり2回、うん、全部カラフトアイヌ強制移住の記述報道と。で本当はもっとあるかもしれない、私見落としたかもしれないんですけれども、ほうほうほう、だから見た限り、調べた限りではこれだけ強制移住、カラフトアイヌの記事を朝日は上げていると。慰安婦問題勃発してからやってるわけですよ、うん、はい。でさらに2013年9月、父が朝鮮族、母がカラフトアイヌだったという記事、翌2014年の8月には朝日新聞は慰安婦問題に関する、慰安婦問題を考える読者の疑問に答えますと題した検証記事を掲載。ここからがまたガラッと変わるわけです、つまり朝日新聞は慰安婦問題の吉田政治証言とかどうなんだって追及されて、白旗掲げたわけじゃないですか、はい、ですよね。でやはり朝日ですら慎重にならざるを得なくなって、報道が強制移住という言葉が変わるわけですよ、はあはあ、その翌年2015年11月14日付の記事では、明治8年の千島カラフト交換条約が締結され、日本国籍を選んだカラフトアイヌ民族は日本へ移住することとなったという記述に微妙に変わっていると、はい、うん。2018年4月21日アイヌ民族の権利保障を市民団体が冊子政策提言へと。そして今年の8月25日ですね、日露間で、千島カラフト交換条約が結ばれる、先祖代々南部に住んでいたアイヌ民族約2000人はロシア領となった故郷に残るか北海道に残るかの選択を迫られたと。つまり、うん、朝日新聞ですらこの嘘は、虚偽は書けなくなった、はい、わけなん、明白なんですよ、うん、でも強制と言わなくなった、はい、うん、書けないと違うから、はい、それを行政が、未だに、検討もしない、変えないと言ってるのはおかしいですよね。で、最後に朝日新聞にも教えて差し上げたい記事を発見したんです。はいはい、ぜひお願いします。それはこちらですか。はい。お、はい。晴れて戸籍を得る。晴れて。お、カラフトアイヌ1000人近く多年の念願多数とありますが、文体からして昭和戦前ですね。1932年昭和7年の朝日新聞です。立派な日本国民でありながら今まで、無籍者の端を囲っていたカラフト土着のアイヌ族約1000名が、いよいよ晴れて戸籍を与えられ民法上の権利義務を享受することとなった。同じアイヌ族の中でも北海道土着の連中は早くから戸籍を与えられていたが、カラフト土着の彼らは生活様式が全然異なるとの理由で従来無籍者無国籍者の悲哀を味わってきたものであるが、先ほど彼らの代表がタクム司法領書を訪ね悲痛な叫びを上げてより、当局でもその状態に大いに同情し、彼らの生活状態を見直すため先月20日司法省からは長島民事局長、タクム省からは笹川書記官が調査のため、都からとカラフトに渡ってということですね、2週間にわたり巡視を遂げ5日午後2時半上野駅に帰着した。その調査の結果に基づきいよいよ彼らも近く正式に戸籍を与えられることになったと、ね、念願で晴れて戸籍取ったわけですよ、朝日新聞書いてるんですよ、ちゃんと。ああ、よかったね、という記事ですよね。よかったね。なんで日本政府がこれを謝罪して、ね、保証してっていう話、ね、持っていくのか、もう分かるじゃないですか。だ本当に似てますよね、従軍慰安婦と徴用工の流れに。構図がね、これはね、私個人の取材の問題でも何でもなくて、もう日本人の子孫の未来のためにしっかり歴史教育をここで捏造したものを継承してはいけない、はい、もう本当慰安婦とか徴用工の二の舞になってはいけないって思いで検証しているわけです、別にそのこの稚内資料館の喧嘩するとかそういう意味合いでやってるわけでも何でもないんです、だから真摯に教育に携わる教育委員会行政であれば、これを真剣に検証していただきたいですし、やっぱりこれ文科省にもね問い合わせしないといけないですし、どうですかこの行政
どこをどうやったらいいですかね。まあ、行政をどこどうやったらいいかの前にですね、やっぱりですね、この問題というのはまだ間に合うと、従軍慰安婦と徴用工に対してですね、日本国民はどれだけ負担を強いられて、どれだけその国益を損なう我々の尊厳を、まあ、損なったのかということを考えると、この問題もですね、同じようなことになるので、今ならまだ間に合うので、もう少し真剣にですね、この問題皆さんに考えてもらいたいと思いますし、これは本当に国益と直結する問題なので、政治家も行政もですね、もっと真剣にこの強制なんていう言葉を勝手に使ってはいけないというようなことは訴えたいですね。このまま看過しておくと、いつの間にか、アイヌもしり北海道が書かれることになりかねないでしょ、でこれ北海道だけじゃなくてですね、津軽の方たちもアイヌもしりになりますからね、本州にもアイヌもしりができちゃうんですよ、このまま行くと。このまま行くと琉球になり、中国の旗方、冗談じゃ、ね、でこれ、アイヌと中国の、ね、関与は分かったんですよね、またいつかやりますけど、恐るべき歴史、解約主義の実態が垣間見えた一幕でございました、番組後半は、アイヌ問題水曜どうでしょうと題して、特別企画、ミキペディア超拡大編でお届けいたしました、お二方、本当にお疲れ様でした、ありがとうございました、引き続きのご報告、心よりお待ち申し上げております。分かりました。そう、皆さん、お話しできないところですが、残念ながら、本日ここでエンディングの時間でございます、本日、水曜日の真相深入り、虎ノ門ニュース、レギュラーコメンテーターお願い申し上げましたのは、ジャーナリストその大高美希さん、そしてゲストコメンテーターとしておいでいただきましたのは、元北海道議会議員の小野寺正さんのお二方でした、強力すぎる、濃密すぎる解説を誠にありがとうございました。ご登場、またのご登場お待ち申し上げております。ありがとうございました。さて